民生用ドローンが大活躍です。皆様こんにちは。ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。民生用ドローンでも歩兵戦闘車を破壊可能？航空優勢はウクライナへ。真打ちバイラクタル TB2 も活躍しているようですね。今、ウクライナ戦争ではドローンの目覚ましい活躍に再び注目が集まっています。特にトルコ製のバイラクタル TB2 はウクライナ戦争の初戦においてロシア軍に対して大きな戦果を上げたのですが、このバイラクタル TB2 をはじめ、ウクライナ軍は数々のドローンを導入し実戦投入しています。最近では米国製スイッチブレード等の携行可能な自爆型ドローンの存在感が増していたのですが、それに伴いバイラクタル TB2 が活躍している情報は戦場が東部に移るにつれほとんどなくなった感がありました。しかしそのような中、9月になって久々にバイラクタル TB2 が活躍している情報が流れ、大きな注目を集めています。今現在、ウクライナの空の状況はどうなっているのでしょうか。こちらでは、ウクライナから久々に届いたバイラクタル TB2 の活躍、そして魔改造された民生用ドローン等についてお話ししていければと思います。ところで、バイラクタル TB2 は、ご存知、トルコの企業が開発した比較的大型の攻撃型ドローンです。ウクライナでは、首都キーウ攻防戦が行われていた3月末、ロシア軍がウクライナ北部から撤退するまでの間、バイラクタル TB2 はロシア軍に対して多大な戦果を挙げました。そのせいもあり、ウクライナ国民からバイラクタル TB2、同じくロシア軍戦車に対して多大な戦果を挙げた携行式対戦車ミサイルジャベリンとともに、ロシア軍への抵抗と祖国防衛の象徴として大人気になりました。ついにはバイラクタル TB2 とジャベリンは、それをモチーフにした軍歌がウクライナ国民の有志によって作曲され、多くのウクライナ国民が口ずさんでいるという話も伝わっています。そんなバイラクタル TB2、ロシア軍が北部から撤退し、東部のドンバス方面に戦線を集中させて以降、その活躍はほとんど聞かれなくなりました。一体なぜなのでしょうか。その要因としては、ロシア軍が戦力を東部へと集中したことにより、ロシア版パトリオットミサイル、またはロシア版スタンダードミサイルと例えられる長距離地対空ミサイルシステム S300 などを装備する野戦防空部隊の展開密度が上昇し、バイラクタル TB2 が安全に飛行できる状況ではなくなったことが挙げられます。3月までのロシア軍は、ウクライナを短期間で占領するという甘い見通しに基づき、戦力を分散して、北部から東部、南部にかけて5方面からウクライナ領内へと侵攻を開始していました。そのため、戦力が分散されたロシア軍は、当然、地上部隊に同伴する野戦防空部隊も分散され、ロシア軍が構築した防空網は穴だらけになっていたのです。バイラクタル TB2 はその間隙を縫ってロシア軍部隊を上空から攻撃していたのですが、ロシア軍が密度の高い防空網を構築して以降、空を自由に飛べなくなったバイラクタル TB2 は戦果を上げる機会を失います。これはバイラクタル TB2 は比較的大型の機体であったことも大きく影響しており、低速で大きな機体であるがゆえに、ロシア軍の対空レーダーに捕捉されやすかったのです。このことから4月以降、ウクライナではレーダーに捕捉されにくい比較的小型で安価なドローンがドローンの主役として活躍していくことになります。そのような戦況が4ヶ月程度続いた8月上旬、ウクライナ軍に転機が訪れます。それはウクライナ空軍による対レーダーミサイルの実戦投入です。その発覚は8月8日、破壊されたロシア軍の防空陣地内で、米国製の対レーダーミサイル AGM-88 ハームの残骸が発見され、その写真が SNS 上に公開されました。これにより、ウクライナ軍によるハームの運用が明らかになったわけですが、対レーダーミサイルハームは防空部隊のレーダーにとっては天敵と言ってもいいミサイルで、その理由は、ハームはレーダーが発信する電波を探知し、その発信源に向かって突入する能力を持っているためで、それが対レーダーキラーと言われるゆえんです。そのようなレーダーの天敵が投入されたおかげで、ウクライナの空の状況は8月上旬から一変してしまいます。対空警戒にあたる野戦防空部隊のレーダーは次々にハームによって破壊されていき、野戦防空部隊はハームを恐れるあまり、レーダーを常時作動することができなくなったのです。当然、野戦防空部隊がレーダーを切ってしまった場合、ロシア軍の対空警戒は目視に頼らざるを得なくなり、格段にその警戒能力は低下します。これにより、ロシア軍はウクライナにおける防空網に大穴を開けることになり、その大穴こそがバイラクタル TB2 の新たな活躍の場となったというわけです。そして活躍の場を得たバイラクタル TB2 はあっという間に大きな戦果を上げました。ウクライナ軍参謀総長が9月3日に Facebook に投稿した内容によると、8月31日から9月2日の3日間で、バイラクタル TB2 がロシア軍に与えた成果は、T72 戦車8両、自走榴弾砲1両、BMP 歩兵戦闘車1両、そして牽引式榴弾砲1両を撃破、そして T72 戦車5両と BMP 歩兵戦闘車1両に損害を与えたと発表したのです。わずか3日間の戦果としては非常に大きく、複数のバイラクタル TB2 が投入されたことがうかがえます。逆に言えば、ロシア軍の防空網は完全に機能不全を起こし始めたということであり、空の脅威に対して満足に対抗できないロシア軍地上部隊は、空からの敵に対しては逃げるほか選択肢がなくなります。そして、これまでは小型ドローンが主流となっていましたが、より大型で威力の高い爆弾やミサイルを搭載できるバイラクタル TB2 の再投入に対し、ロシア軍はまた死神が空から舞い降りてきたと考えても不思議ではありません。そのようなバイラクタル TB2 の活躍ですが、やはり大型である分、その価格や運用コストは比較的高額であり、数も多数揃えるには時間を要します。そこで、ウクライナ軍は開戦当初より民生用ドローンを攻撃型ドローンに魔改造して戦線に投入しているのですが、民生用ドローンは Amazon でも数万円で買えるホビーレベルから50万円以上する業務用のものまで様々です。この民生用ドローンを使うメリットは、言わずもがな、軍事用ドローンと比較して入手性が高く、価格も安価で数を揃えやすい点が挙げられます。ウクライナ軍が SNS に投稿した8月未明に撮影したと思われる動画では、小型の民生用ドローンから爆弾を投下し、ロシア軍の BMP-2 歩兵戦闘車を撃破する映像が公開されています。このドローンがどの程度の機体であるのかは不明ですが、歩兵戦闘車の上面装甲は比較的薄いため、民生用ドローンが搭載可能な重さの爆弾でも十分歩兵戦闘車を破壊することが可能です。さてここで、ウクライナ軍が攻撃に使っている民生用ドローンについて考えたいのですが、本当にそのあたりで売っているドローンを改造するぐらいで爆弾を搭載して落とせる機体になるのでしょうか。それについて私も気になりましたので、日本国内で購入可能なドローンを検索してみたところ、改造できそうなドローンが意外にたくさん販売されていることが分かりました。特に気になったのは農薬散布用のドローンで、10リットルの液体農薬を搭載可能なものが80万円程度の価格で販売していましたので、この機体であれば農薬の散布機構を改造すれば爆弾を投下することが可能なのではないでしょうか。もちろん改造には軽量化が必要ですが、もし成功すれば、たった100万円程度の費用で数億円はする兵器を破壊することが可能になるという驚くべきコストパフォーマンスを発揮できると言えるでしょう。桁が2桁違ってきますので、やられた方のダメージは精神的にもかなりきついはず。このあたりは想像に過ぎませんが、実際にどのような改造をして、どのように運用しているのかがとても気になります。こちらの方も情報が入りましたらまたお伝えしたいと思います。このようにウクライナ軍が航空優勢、つまり一定の空域を自軍が安全に使用できる状態を作り出せたことにより、大型ドローンであるバイラクタル TB2 はもちろんのこと、戦闘機でさえもウクライナ軍は投入可能になりつつある状況です。戦場で航空優勢を得ることは現代戦において何よりも重要であり、空の守りを失った地上部隊は空からの脅威に対してはあまりにも無力。ロシア軍の損害は今後も増す一方だと思われますが、ロシア軍が補充可能な兵器、弾薬、人員には必ず限りがあるはずです。一部報道によれば、ロシア軍の保有する兵器や弾薬の損耗率から計算すると、今年の11月頃には戦闘の継続さえ困難になるとの試算もあるほどです。もちろん油断はできませんが、ロシア軍に限界が見えているのも事実。当然、物資や人員は無限には存在せず、特にロシア軍はすでに崩壊に向かって坂道を転がり落ちている状態とも言われています。9月に始まったウクライナ軍の南部での反転攻勢は、報道を見る限り現状、ウクライナ軍が主導権を握っているようです。これまでロシア軍が戦場の主導権を握り、ウクライナ軍はロシア軍の行動に対応する形で動いていましたが、ここに来て初めて握った主導権を今後ウクライナがどのように生かすのか、とても期待が高まります。今が正念場です。私たちも目をそらすことなく、しっかり見守っていきたいですね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。